銀南返し、銀南返しは、幕末頃10代前半から20歳未満ぐらいの少女に言われた曲げで、芸者や娘時代右にも言われるようになり、明治以降は30代以上の女性にも言われるようになった。京都では、蝶々曲げと呼ぶ。銀南曲げを分けて折り返し、輪を二つ作ったことに由来する。布天神。 霧天神、桃割れや、当神曲げ、楽屋銀杏も銀杏返しの一種。髪を一つにくくった根元から二つに分けて、それぞれ輪にして肩にし、余った毛先を根元に巻き収めて、寝掛けをかけて、曲げの根元に根差しのかんざしを刺す。芸者など行き筋の女性は、曲げの後ろを下がり気味に、一方肩着の若妻などは上がり気味にゆい、若い娘は、曲げの輪を大きく。 歳を取ると小さく言う。曲げの中にかの子を巻き込んだものが、当人曲げ。さらに曲げの上部をくっつけたものが、桃荒れになり、布を曲げの上下に縦にかけて、根元で水引きなどで止めるのを、布天神。この曲げの片方の輪を略して、付け毛をつけて切ってしまったように見せかけるのが、切り、天神と呼ばれる。さらにこの銀杏返しを丸曲げと組み合わせたものが、三輪曲げ。 さらに丸曲げよりのサフネがある。また、貝曲げと合成したものは、貝町長と呼ばれる。日本大百科全書、銀南外史の解説、銀南外史から言葉んく。ありがとうございます。